あ、メインボーカルの千葉です。特技はやっぱ歌うことが好きなのと、ボイスパーカッションですかね。そして何ですかね、ライブ中歌ってる時ですかね。いや、まあ、うまいんで、それは座右の銘、よく寝ることですね。あ、それ座右の銘じゃねえか。寝る子は育つ。はい。チャームポイントは歯並び。シュンがライブ中にちょっとなんか冷静に聞いたらちょっと痛いんじゃないかなってこと言ってる時が、それライブ終わった後に冷静に振り返るのが好きですね。今までって言った強気が一番、はい、言ってんなって思った振り返る。まあやっぱ地獄の入り口へようと言ってたんですけど、ね、マジで意味わかんないよね。まあってことは地獄の人ってことですね。旬です。でもありがとうございます。はい、イケイケのお兄ちゃんたちだなってましたね。でもね、どうでもらう。浩平が本当は一番最初の衣装忘れの犯人っていう。そうだ。一回だけ私服でライブしたことがあって、で浩平が衣装忘れてすっとぼけてた。懐かしいな。やっぱりなんか結構ふざけたことやってんなっていう感じなんですけど、まあ、いい曲も混ざってて、バラエティに富んでると思うんで、まあいろんなジャンル好きな人が楽しめるんじゃないかなって。てか、それすらもどれ